13周目まではきちんとついていけたけど、そこでヘアピンで入られた時に焦ってしまって、それでハイサイドを起こしてしまって、この心の焦りが原因だと分かっているので、心の焦りは体力の消耗から来ていると思います。なので日本に帰ったらしっかりとトレーニングをして、マレーシアではまた上の順位を目指せるようにしたいです。